どうもこんにちは。第114弾ストリートファイター5をプレイしていきたいと思います。今回も引き続きバトルラウンジをやっていきたいと思います。部屋を探して、まあランダムでちょっと一回探してみます。なかなかね、朝の時間帯なんで、あ、いるのはいるんすけど、あ、電波韓国いいっすね。サブキャラ練習 OK。 ガイル戦、はい、よろしくお願いします。まあ鏡越しの対決ですね。前回もね、アビゲイル戦で、まあサブキャラ練習 OK だったかな。まあまあ練習がてらにやるんだろうね、やるんだろうなって思いきや、タフ殴りに会いました。まあ正直言って、アビゲイル戦、正直僕今までソニックモードでしか戦ってなかったんですけど、ソニックモードだけじゃ無理っすね。やっぱりある程度肉弾戦をしないと、肉弾戦イコール先手を取っていかないとちょっと苦しいのかなって感じがしました。さあ、まあさておき、それは、あら、速攻飛んじゃったら、まあお試しなのかな、ちょっとよく分からないですけど、まあでも鏡越しなんで、気抜けないです。まあ飛びがいつ通るのかっていうところなんですけどね。よいしょ。まあ飛びがいつ取るのかなって言いながらも僕飛んじゃったんですけど、まあ、あ、危ねえ、 CA 使いかけたけど、これもう一戦あるっすね。苦しい。めちゃんこいい暴れですね。わお、これはまずいな。わあ、いい中断ですね。まあ僕がずっとガードしっぱなしだったんですけど、粘り強さがいいっす。最後まで諦めないっていう。よいしょ、先手取り。飛べ。よいしょ。質問をしてる感じでしたね。
よいしょってね、僕もたまに気合を入れるとき、よいしょって言うんですけど、まあ普段は言わないですよ、よいしょなんて。まあ動画を上げるときぐらいなんですけど。あれキャンセルしちゃったかな。あ、いけたかな。あ、いけたっすね。あ、ミスった。これはまずい。だいぶやらかしました。基本的なジャンプ行為からのコンボをミスりました。なんちゅうコンボ精度の悪さだ。やらかした。よいしょ。まあなるべく、あ、当たらなかったな。無理だな。やっぱこのバージョンが変わってるのが厳しいのかな。よいしょ。まあ、今ピヨったから、サマーソルトもう一発からで当てれましたね。あ、当てるんじゃないや、出せましたね。出したらゲージが回収できるんですけど。ミスだ。これまずい。まだちょっとガイルやりに慣れてないのかな。多分サブキャラにしてるのかな。メインキャラじゃなさそうだな。あ、そうか、この人シルバーの人か。あ、でもこんなもんなのかな。多分まあコンボができてるから多分いけてるとは思うんですけど、あと立ち回り的なもんですよね多分。まあ僕もそうなんですけど、人のこと言えないですけどね。まあ初心者のガイルっていうのは正直言ってソニックが好きだから通りやすいっす。あー、
惜しい、惜しいですね。今の弱パンチ一発あってから速攻投げたら多分あのダブルアップで投げれただろうに。よいしょ。You win。ん、何かちょっと自己満的な戦いだったんで、正直言ってあんまり面白くないですね。まあ自己満足っていうのはまあ満足してるから面白いって思ってるかもしれないですけど、ただ勝っただけじゃ正直言ってやっぱり面白くないですね。何かやっぱり一つでも二つでも展開得れるようなものを多分相手が起こさないんだったら、やっぱり自分で展開を起こせるような方法をちょっと見ながらやっていこうかなと思います。いやあれですよ、格下、自分より格下だからこういう風に技を制限しようとかそういった技じゃなくて、技の展開ですね。まあソニックを打つだろうっていう、正直言って自分よりランクの 下の人って正直言って先読みしやすいんですよ。っていうのも盤面の場数がやっぱりちょっと違うところと、あと視点の違いですね。まあその辺もあるんですけど、格闘ゲームって大体やっぱり初手が触れれれば大体触れた感じでどんな技を振ってくるのかっていうのを 2,3 手 見えれば、だいたいこのタイミングだっていうのが多分わかると思うんですよ。多分その口で説明するよりもやっぱり現場で体験した方が多分わかりやすいと思うんですけど、まあ僕もそんなに説明方法がうまくないんで、まあなんとも言えないですけど、まあちょっとこんな感じで、ね、ちょっと引き続きもう一段ちょっとやりたいと思うんで、まあまた次回楽しんでみてください。じゃあね、この辺で終わりたいと思います。ではまた。